足痩せしたい人におすすめな動画の内容です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、一緒に10回上手に行う美脚ワイドスクワットというのを紹介していきます。ワイドスクワット、一般的につま先を開いて足をしっかり開いた状態でスクワットを行っていくっていうスクワットなんですけども、ほとんどの方がですね、ちゃんとできてない確率がとても高いです。そのポイントはですね、足裏とスピードにあります。ただただ10回30回1分間行ってもですね、実は太ももの裏とかお尻に効いてない人っていうのは、この2つがちゃんと意識できてないっていうことです。ワイドスクワットをした場合、基本的には太ももの裏とお尻の付け根あたりに効きます。ですが膝の上あたりに効いちゃってるっていう人は、今回の内容をしっかり聞いて一緒に10回上手に行っていきましょう。そうすることで太ももの裏の筋肉がつくことでですね、前ももの筋肉質な形や太ももの前が張りやすい、太ももの前が太い、裏はプルンプルン、そういった足がですね改善されていきます。今回上手にするメリットとしては、太ももの裏を上手に使うことができます。お尻にしっかり効かすことができます。足裏の使い方がわかります。これを意識せずに行っている場合、太ももの前に効いています。膝を痛めやすくなる、または膝に負担がいってます。そうすることで太ももに本来行く負荷が膝に逃げてますから、負荷が逃げて結構回数やっても疲れにくいと、前ももばっかり疲れる、そういった場合が意識が足りないというところになります。ではやり方を説明します。通常ワイドスクワットは足をできるだけ開いて、まあ、手は前とか頭とか横とかに置いた状態でスクワットを行うんですけども、その場合足をできるだけ開こうとする意識によって、土踏まずの方に重心が乗ってしまってですね、膝がまっすぐ開かずにちょっと内側に入ってしまってですね、足よりも内側に入ってしまって、膝の上、内側後筋、太ももの前側に負担がいってですね、そこばっかり疲れてしまう。やればやるほどももがムキッとしてくる、細くなる傾向がない、もも裏はいつもたるんたるん、そういった方がですね上手にできてないので、今回はできるだけつま先を開くんですけども、足もできるだけ開いた方がいいです。足首よりも膝が出ちゃうとここに効きやすいです。ですので膝よりもできるだけちょっと開いたぐらいの感覚でこのままスクワットを行うんですけども、膝が中に入らないように手で後ろに押さえてください。開きます、手で開きます。そうすることで足の裏の重心が内側よりも後ろ側、ちょうどいい位置に足の裏の重心が取れます。ですので膝を手で押してですね開いておくんですけども、その時に前かがみになってお尻が出ないように、お尻も締めときます。普通スクワットは股関節を引いてお尻を少し出すんですけども、ワイドスクワットの場合こういう風にお尻出してやっちゃうと足裏の重心が前に行ってしまって前ももに効いちゃいます。ですので今回の場合はお尻が出ないようにお尻を締めといてください。で、できるだけ体まっすぐ、手で後ろに押さえる、こういう感じです。で、動きが大きくなると足裏の重心がぐらぐら戻っちゃいますから、とにかく足の裏の重心を後ろめにしてですね、ゆっくり2秒、手が伸びる前、肘を曲げる、手を伸ばす、曲げる、伸ばす、というふうに一緒に10回ほど行っていきましょう。動きがゆっくりなほど上手に効かすことができますから、少ない回数で上手にすると効きます。これを1分間とかこういう感じでやってもですね、使う部分がバラバラになっているのであんまり効きにくいっていうのと、ちゃんとね効かしたいところに効いてないので
あんまり意味がないです。もちろん1時間とかこうやってればですね、カロリー使うからいいと思うんですけども、今回はちゃんと太ももの裏、お尻の付け根に効かして、前ももに効かないように上手にやっていきましょう。お尻を締める。おへそを引っ込める。手で膝を後ろに押さえる。2秒降りて2秒上がります。では一緒に行きましょう。行きます。1、2、しっかり膝開いていきます。3、つま先もしっかり開いて。4、5、前かがみにならないように。6、7、しっかり手で後ろに押さえてください。8、9、10。お疲れ様でした。ちゃんと効かすことができましたでしょうか。どうでしょうか。もちろん膝を曲げるということは多少前ももにも力が入りますんで硬くなってるとは思いますけども、ももの裏が痛くなったのが先でしたらそっちの方が上手にできてます。で、膝がですねこれぐらいしか開かないよって方はですね、それでもいいです。それでもこれだけしか開かなくても自分なりには開いてるわけですから、手でやっぱり押さえとかないと膝が内向いてしまってやっぱりここに効いちゃいます。ですので膝があんまり開かない、足が開かなくてもつま先を開いて、つま先の方向よりも少し後ろに膝を向けるぐらいの感じで手で押さえてですね、ゆっくり効かしてください。その場合やはり膝があんまり開かなくても足はできるだけ開いた方がいいです。で、手で押さえて2秒ダウン2秒アップです。お疲れ様でした。このスクワットが上手に身につけばですね、普通のスクワットしなくてもこのスクワットだけでも上手に毎日10回行うことで太ももの前側がスッキリしてきます。で、どのスクワットをしてもですね、足の裏の使い方が身につけばですね、上手にピンポイントで効かすことができますから、ぜひ今回のねスクワット何度もやってもらって身につけてもらえたらと思います。で、しっかりねお尻にも効きますから、普通にねお尻だけを鍛えるヒップリフトとかそういった場合を行うんではなく、まあ、同時にね鍛えられるこういったメニューをしてもらえたらと思います。で、足を細くする結論、まあ、ゴールとしてはですね、痩せるために負荷のあることをしなきゃいけない、その方が痩せやすい、代謝が上がってしまうっていうメリットはあるんですけども、やはり体脂肪が少ない男性女性見てもらうと分かると思うんですけども、しっかり足を鍛えて体脂肪を減らしてますから、その状態がもちろん脂肪がついてしまうと足はもっとサイズが上がります。体脂肪が少ない人であのサイズですから、その人がやっぱり 10% ぐらい体脂肪が増えちゃうと足はもっとサイズがバーンと上がっちゃいますから、しっかり負荷のあることをするっていうのももちろん大切なんですけども、美脚という点で言いますと負荷の軽い自重のスクワットを上手にもも裏に効かす、そして負荷の軽い寝っ転がって足を動かす、そういったことを30回50回っていう風にやる風にする、あとは足を上げるような体重を乗せるんではなく足を上げたり動かしたりするっていう感じで、速筋ではなく直筋を鍛える、それが足を細くするゴールです。ですのでとにかくスクワットをして楽だから回数増やそう、どんどん重くしようっていう風にやっちゃうとですね、足のサイズがアップする場合がありますから、そこは注意してください。今回みたいに自重でピンポイントで効かす、ゆっくり動く、早く動けば早く動くほど負荷が上がりますから、ゆっくり動くっていうところがポイントです。頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタンとコメント、シェアもよろしくお願いいたします。これからも少ない回数、少ない時間で効くエクササイズをピンポイントで上手に教えていきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。